浦幸乃さん16歳、和歌山から大阪の RGB レイグランバレーに通い出して10年が経ちました。そして今貝網麗先生と2人でローザンヌ国際バレエコンクールの本選に来ています。幸乃さんにとっては初めての海外コンクール、まずは受付を済ませます。コンクールで将来性を見出されたダンサーにはスカラシップや研修生の道が開かれます。いよいよレッスンの始まりです。最初はクラシックバレエのクラスです。いろいろな国の、同世代のダンサーの方と共にレッスンができてとても楽しかったです。こちらはコンテンポラリーダンスのクラス。動きとかがいっぱいあって結構難しかったです。はい、昨日ちゃんはとても地道に頑張れる、才能を持ってるダンサーだと思います。日本だと難しいことをやっぱりやりたかったりとかテクニックに追われがちだったり、自分もそれを目指してしまいがちなんですけれども、彼女は地道に表現者として地道に頑張る生徒ですね。傾斜はどんな感じ？傾斜、すごい傾斜やっぱ感じた？あ、そう。ピルエットとかアダージオの後からもずっとポワントでやったんですけど、もう左のシェネとか、落ちていくみたいな。あ、まあでもなんとか。なんかよかった。ユリも昨日のまま一緒だったんですね。4日目、クラシックバレエのコーチング。1人ずつ講師にアドバイスをしてもらいます。参加者全員のコーチングが終わった後、幸乃さんは通訳の方と一緒に質問に行きました。幸乃さんを迎える貝網先生、何か言いたいことがあるようです。ボール劇場でのスケジュールは立て込んでいます。ダンサーたちは今一番大切なことを見極め、早くその準備に取り掛からなければなりません。一方、幸乃さんは言葉の壁もあり、戸惑うことも多いようです。
これからまた審査員の前でノイマイヤーバリエーションを踊らなければなりません。雪乃さんの練習は続きます。5日目、コスチュームをつけて舞台に立ちます。今日は明日の決勝に進めるかどうかが決まる大切な日です。吉田美也子さんを含む審査員の前で雪乃さんがいよいよ舞台に立ちます。この後はノイマイヤーの演技が続きます。これからノイマイヤーバリエーションを踊りに舞台袖に行きます。そして舞台が終わりました。最後やたってしまったんですけど、そうです、今まで先生方に教わってきたことを出し切れるように頑張りました。はい、ありがとうございました。今日は、すごく日本人にしてはすごくピュアにナチュラルにこうアピールアピールじゃなくてすごく自然体で舞台に立っていた、数少ないうちの一人だと思うので、また発表があってどうなるにしても、今後期待したいと思います。夜8時決勝に進む20人が発表されました。そこに雪乃さんの名前はありませんでした。翌日は各バレエ学校の関係者の前でレッスンです。ここで関係者の目に留まれば留学も可能です。そしてその発表、雪乃さんの番号25番はありません。
とこっちの方々はすごく自分の意思を持ってはっきりと言われるので、もっと私も自分の意思を持って、それをその持った意思を自分自身が理解して行動に移さないといけないなと思いました、はい、コンクールが終わった後のパーティーも雪乃さんにとってはアピールの場。各バレエ学校の代表者を探すのに一生懸命です。そして明日からはヨーロッパ各国での研修の旅が始まります。